こんにちは、レンジです。デビルメイクライの続きをやっていきます。今回はミッション18、霊石エリキサー。哲学者の卵を炎に投じて霊石となせ。ほう、そういう工程を踏むんだ。エリキサーってあれかね、エリクサーかな、あの FF でいうところのエリクサーかな。はい、行きましょう。エリクサーの元ネタはあんまよく分かってないんだけど、あら、わおわおわお、パーフェクトアミュレット。ダンテの持つ形見と黒騎士バージェルのペンダントを合わせたもの。やっぱりあれはバージェルだったっていうのを答え合わせしたね。今兄弟だったんだ。でどうなっちゃうのそれ。ええ、マジか。あの使えねえ剣が使える剣、うわかっけえ、え、かっけえ、デスサイズじゃん。うわ、いろんな形態がある。うわ、どうしようどうしよう、超かっけえ。うわお、スパーダ、父の名じゃん。伝説の剣士スパーダが使いこなしていたフォースエッジの真の姿。まがまがしすぎるだろ。さすが悪魔の持ち物だな。ちょっと開幕から一気にテンション上がっちゃったよ。じゃあ何ができるの。ちょっとこれないんだけど、スパーダのアクション。いや、かっけえ。いや、すごっ。ちょっとすごっ。そんなまがまがしさがなくなったんだけど一緒かな。ああ、一緒一緒、アラストルと一緒。ニダジャンプはできない。いや、でもかっけえ、こいつはかっけえ。ちょっとお店ない、お店ないね。これは何、ここ入るでいいのかな。入ったわ。ああ、そっち側ね。はいはいはい、オッケーオッケー、思い出した。完全に忘れてたけど思い出した。ここにお店なかった。ないわ。じゃあ行くか。よっ、ああ、むずよっ、よし、オッケー。ちょっと試し切りさせて。いやー、水中かよー。水中むずいんだよ。よしよし、これは壊れない。おお、狭いとこにいるね。水中操作とか忘れちゃったよ。そっちね。ちょ、そ、生首、ちょっと怖っ怖っ。せめて骸骨にしてくれ。あ、どっちもいける。これ壊せないね。こっちかな。よし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 。うわ、怖っ、怖っ。なんなんこれ、ホラーだよ。よし、これも怖いね。あ、おしっぱでいけんだったか、これニードルが。よし、え、いた、何食らったの。あ、ちょ、後ろいる？いる。なめんな。ちょ、横もいる。ああ、いい加減にしなさい。よし、オッケー。はあ、オッケー。どこだ、開いたのは。そっちだね。ここは行けないよね。
うん、馬は壊れない。よし、市場。これ壊れる。この武器の名前なんて言ったっけ。ちょっとスパーだね。スパーだな。スパーダをねしっかり使っていきたい。え、水に満たされた。え、ちょダメか。じゃあ一回やめた。上に泳いでくんだね。どこまで行くかだよ問題は。よし、行け。一番上まで行っちゃうか。ここだろうな。ここで待機。よし。あ、なんか挑発やった。え挑発あったんだ。あっぱ、二段ジャンプできない、忘れてた。一旦さ、これかっこいいんだけど、アラストレア。ここでは、うーわ。ここでは二段ジャンプしたいもんね。ここ昔懐かしのとこだね。なんだそれ。そっちってやってる。お、なるほど。ロングジャンプ、うわっ、な、ロングジャンプできるよポイントだったってことだね。これ哲学者の卵きた。錬金術に使用する物質ってどこ行くんだろうね。でどこだっけ、こっちの方。ここでさらにちょっと視点降りるしかないよね。降りるしかないんだけど、どこまでだよ。途中になんか部屋なかったっけ。あ、そこ、ここ行きました。違うけど、その扉でいいかな。これなんかすげえ歪んでる。おお、いける。まだスパーダ持つには早いな。あ、ここも、おや、ここ見慣れたあれがあるよ。何か掘り込まれている。真理を求める者よ、卵を投じよう。ゆっくりと慎重に熟したまえ。はい、それは青き霊石となり、険しき道への道しるべとなる。使用します。編成には多少時間がかかるよ。 OK、 こいつと戯れてればいいんだな。 OKOK、 もう倒し方は分かってる。スパーだ。はい、ちょいとごめんよ、ちょいとごめんよ。おお、危ないですね。よし、あ、包まれちゃった。いやー、地獄に落とされた。うわ、あった、あった、クリフォンじゃん。クリフォンだけど、クリフォン無視してこれいいのかな。というか、あれね、スパーがいきなりあれができて、これ買ってないの。なんだっけ、なんか突進攻撃。あ、こっから、こいつちょっと毛色が違うね。あー、動き出した。倒さなきゃないのね。あ、こいつは大したことないな。あ、嘘。いや、本当なんだけど。食らった。よし、はい、いい、
死ねい死ねい、ああ、ああ、もう一発、よし、回復くれ回復、頼む、あるね。いや少ねえ、そんなもんで足れると思ってんのかよ。足りん、よし、これでこいつ結構強いんだよな。いや、なんか外された。ちょ、どこにどこに、もったいねえ。ちょ、回復するわ。ある？回復ない、買ってこなかった。あ、出てる出てる出てんだけど、うわ、いいよ、コンテにしよう。へえ、剣振っても当たんねえんだよな。よし、回復状態少ねえ。まず電気つける、電気電気、あ、違う、ちょ、いきなりはずる。よし、これでの、まだ出てないか、出た、よし、キリキリキリ、よし、電気電気電気が早すぎる、出てこい、出た、ちょ、なんかすごいんだけど、すごい、まだ生きてる、よし、ギリギリ生きてる。はあ、死んだと思った。編成が終了したようだ。じゃあちょうだい。編成された位置から不思議な声が頭の中に響いてくる。我は魔の門を開く第一の鍵なり、第二の鍵は渦潮の世界にある。ほう、このようね。霊石エリキサー、哲学者の卵を編成してできた神秘の石、鏡の封印を解くことができる。鏡の封印、ああ、なんかずいぶん前にあった気がする、そんなの。ふぅ、 HP ギリギリだったけど終わってよかった。はい、でお金もいっぱいあるんで、あの次回までに、買い物は済ませておきます。はい、では今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。